見頃に行きます。北海道行きます。これ明日、見頃のカラオケ会。明後日、見頃の和牛祭り。県を向かって。で、また内地に戻ってきます。さっきですね、情報が入りまして、今、網走の気温は35度ある。あっちあっちですね。内地と変わらんべやって感じですよ。でもですね、朝晩は涼しいんですよ。ね、こっち朝もまんま暑いじゃないですか。だからどうです皆様。夜中寝れますか。寝れないですよね。僕もね、あのこれ、あのそういうエアコン、家についてるんですよ。ありゃ。ないの？エアコンないの？大変だね。扇風機で耐えてるの。すごい。熱中症にならないでくださいね。よくね、あのご年配の方なんかつけるとね、もったいないって言ってつけないとね、あの熱中症になっちゃってね、脱水症状を起こしたりするんでね、気をつけてくださいね、お姉さん。ね、僕に。